それでは今日は川上選手に皆様から募集した20個の質問に答えてもらいたいと思います。イエーイ。アジアの岡山への入団の決め手を教えてください。入団の決め手は、まあ練習参加した時にすごい岡山が、まあ、自分のことをすごく理解してくれて、まあ、ここでなら自分は成長できるかなって、まあ、このチームでなら一番自分は成長できるかなって思ったんで岡山を選びました。アジアの岡山への印象を教えてください。印象は、まあ、ファンサポーターがすごい熱くて、まあ、選手とサポーター一体となって、戦ってるなって感じです。岡山県でやりたいことを教えてください。岡山県でやりたいこと、自分は食べることが好きなんで、いろんな美味しいお店を巡ってみたいかなって思ってます。私の名前も光平です。ニックネームはやっぱり光平でしたか？はい、光平でした。ずっとどこでも、まあ、基本光平かなって感じです。はい、どうやったら左足でも上手に蹴れるようになりますか？川上颯太、過去7歳。颯太くん7歳。質問ありがとうございます。左足のキックが上手くなる。まあ、練習、いっぱい練習することかなって思います。まあ、自分もまだ全然上手くないんで、自分もいっぱい練習するんで、颯太くんもいっぱい練習してください。来季、同期の相手の太田龍之介選手との面識はありますか？ベンチャレや関東リーグで太田龍之介選手と一緒にプレーしたり対戦した時の印象やエピソードは何かありますか？龍之介は、連想で関東選抜で同じチームになって、まあ、そこから、まあ、認識できたって感じなんですけど、まあ、その時のエピソードっていうか、まあ、感じたのは、まあ、やっぱりフォワードとして、まあ、収める能力も高いし、シュートスピードもすごいあるし、身長も高いし、フィジカル強いしっていうので本当に何でもできる選手だなって感じで、まあ同じチームだったんですごい心強かったです。で、関東リーグでは、まあ相手として戦って、後期は多分龍之介に2点かな決められたんで、まあ、すごい悔しい思いしたんで、龍之介の活躍に負けないように自分も頑張りたいです。川上選手の考える GK の極意とは何ですか？一番は失点しないっていうのが、まあ、キーパーに求められていることだと思うんで、まあまあ、失点しないためにって考えて、いろんな要素に強みを持っているっていうことが、まあ、キーパーにとって大切なことなんじゃないかなって思います。岡山県にある川上村という町があります。住民のほとんどが川上という名字です。知っていましたか？もしかして川上村出身ですか？いや、全然知らなかったです。川上村出身じゃないんで、そうですね、全然面識もないと思うんですけど、まあ、もしかしたら遠い、自分の遠い先祖さんが川上村出身なのかもしれないです。今季岡山の練習に参加して感じたチームの良さは何ですか？若手もベテランも関係なくすごい向上心を持った選手が多くて、練習の雰囲気からも良かったんで、すごい、まあ、自然に向上心を持てるっていうか、こんな感じです。来季アジアの岡山でどんな存在になりたいですか？あ、やっぱり試合に出て活躍するっていうのが一番の目標ではありますけど、まあキーパーとして、まあ、チームメイトからも信頼を得るってことが、まあまずは大切になってくると思うんで、そういう信頼を勝ち取れるための、まあ、行動をしていきたいなって思います。岡山といえば何ですか？岡山といえば桃太郎。初任給は何に使いますか？初任給は、まあ、貯金と、まあ、自己投資ですかね。体作りやコンディション管理のためにこだわっていることを教えてください。もともと自分はすごい体細かって、まあ、今も細いですけど、なんで、まあ、いっぱいご飯食べることとか、まあ、筋トレして体重増やすっていうことはもう今までずっと意識してやってきました。
で、コンディション管理っていうところでは、まあ毎朝体温測ったり、体重計測したり、で睡眠の質も測ったりして、まあコンディション整えるのとか、まあ食事とかある程度こだわってやってはいます。プロ選手としての目標は、まずは試合に出ることが、まあ、全てかなとは思うんで、試合に出て活躍できる選手になることで、まあ、長期的な目標としては、まあ、現役の時代を長くしたいんで、まあ、長年活躍できる選手になりたいです。趣味やマイブームは何ですか？趣味は今は温泉に行くことですかね。で、まあ、これから釣りとかやってみたいなって思ってます。サポーターに何て呼ばれたいですか？呼ばれたいですか？こだわりは全然ないんで、まあ呼びやすいっていうか覚えやすい名前で呼んでもらえるとありがたいです。得意なプレーは？得意なプレーは1対1の対応とハイボールの対応です。プロ選手になることを諦めそうになった時はありますか？ある場合は諦めなかったきっかけや理由を教えてください。プロサッカー選手になることを諦めたことはないですけど、まあ現実的に考えて難しいのかなって思った時はありました。そんな時でも自分の周りには本当に素晴らしい方たちがたくさんいて、本当にいろんなアドバイスをもらったり励ましてもらえたり、本当にいろんなサポートしてもらえたおかげで今こうやってプロサッカー選手になることができたんで、これからそのサポートしてくださった方々へ感謝の気持ちを返せるように自分の結果で示していきたいと思います。憧れの選手は誰ですか？まあ、自分はバイエルミュンヘンにいるノイアーがずっと、まあ、ちっちゃい頃から好きで、まあ、遠い存在ですけど、まあ、人間性とか、まあ、そうキーパーの技術とかも含めてノイアーが自分は好きです。得意料理を教えてください。得意料理は、まあ、手の込んでない料理です。鍋とか具材切ってもう鍋にぶち込んで、まあ、加熱したらできるんで、まあ、鍋は本当に多い時は週5とかで食べるぐらい作ってました。最後に応援してくださる皆様に一言お願いします。はい、必死に頑張ります。応援よろしくお願いします。ザッカー